ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのさきです。今回お届けするテーマはこちら。大地震で街がほぼ全壊の中、日本人捕虜が建てた劇場だけは無傷だった。日本とウズベキスタンの歴史的な絆に感動。1966年4月26日、ウズベキスタンは直下型大地震に襲われ、多くの建物が倒壊しましたが、日本人が作った建物だけが無傷でした。その建物の名前はナボイ劇場。実はこの建物には日本人とウズベキスタンの深い絆が刻まれているのです。一体どういうことなのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。1966年4月26日、ウズベキスタンの首都タシケント市は直下型大地震に襲われ、多くの建物が倒壊しました。そんな中、日本人が作った建物だけが無傷だったのです。その建物の名前はナボイ劇場。第二次世界大戦後、多くの日本人が強制労働を強いられたシベリア抑留で、日本人が建設したものの一つです。そもそもウズベキスタン共和国とはどのような国なのか、皆さんはご存知でしょうか。ウズベキスタンは中央アジアにある小さな国です。大きさは44万7400平方キロメートルと日本の約 1.2 倍。人口は3440万人であり、様々な民族によって構成されている多民族国家です。国内の主要民族はウズベク人で、総人口の約 83% を占めています。主な少数民族としてはロシア人、タジク人、カザフ人、タタール人、カラカルパク人などです。先ほどご紹介したナボイ劇場の正式名称はアリシェル・ナボイ劇場といいます。ウズベキスタンの首都タシケント市にあり、オペラとバレエのための劇場です。客席1400席を有し、舞台の広さは540平方メートル、地下1階、地上3階建て、レンガ造りでビザンチン風建築のオペラハウスとなっています。建物内部にはいくつかの間やパーティーの部屋があり、壁装飾は中央アジアの各地域の特色を生かすよう工夫されているそうです。このナボイ劇場はタシケン・アレクセイ市政府が設計して、1939から1942年、1944から1947年に建設されました。そして1947年11月にアリシェル・ナボイ生誕500周年を記念して初公開されています。旧ソ連時代にはモスクワ、キエフ、サンクトペテルブルクの劇場と並ぶ四大劇場の一つとも言われるほど有名な建物なのです。ソ連は当初からレーニンによるロシア革命から30周年にあたる1947年11月までの完成を目指してナボイ劇場の建築を進めていました。しかし第二次世界大戦が始まったため、土台と一部の壁、柱などが作られた状態で工事が止まっていたそうです。そして第二次世界大戦後、捕虜として抑留していた日本人を労働力として活用。革命30周年にナボイ劇場の完成を間に合わせることを要命し、建築作業に適した工兵457人の日本人が強制的に派遣されました。ソ連の捕虜になった日本兵は合計60万人とも言われ、その多くはシベリアなどで森林伐採、道路、鉄道建設に従事しており、この劇場建設の任務は特殊業務だったそうです。ナボイ劇場の工事を命じられたのは500人ほどの部隊で、隊長の永田隊は24歳でした。建設物完成目標までの最低2年を収容所で暮らさなければならないという現実を知り、日本人たちは失望しました。そんな中で永田は、自分たちの仕事は劇場を建設することだが、最も重要な使命は全員が無事に健康な状態で日本へ帰国し、家族と再会することだとみんなに諭したのです。さらに劇場を
捕虜が作った手抜き麹と言われるものではなく、日本人はすごいと尊敬されるような立派な建物にしようと考えました。劇場建設の仕事は班ごとに分かれて行われたそうです。仕事内容は土木作業、床工事と床張り、測量、高所作業、外壁のレンガ積み、電気工事、鉄筋と鉄骨組み立てなど多岐にわたり、20種類くらいの職種ごとの班に分かれて効率的に作業を進めました。捕虜としての強制労働は苦しく、十分な食事も与えられず、お風呂もまともに入れません。しかし日本人たちは与えられた仕事に手を抜きませんでした。ウズベキスタン人のとある子供は、親から日本人の姿を見せられて、彼らは捕虜であるにもかかわらず、ロシアの兵隊が見ていなくても働いている、人が見ていなくても働いている、お前も人が見ていなくても働くような人間になりなさいと言われたそうです。この子供が後のウズベキスタン初代大統領、イスラム・カリモフその人です。このような逸話は当時の子供世代の大人たちに多く残されており、多くの人が日本人のようになりなさいと親からしつけられて育ったと言われています。ひたすら一生懸命に劇場建設に取り組む日本人を見て、地元のウズベク人も次第に敬意を表し、そっと食事を差し入れすることもあったそうです。子供たちがパンを差し入れした時には、数日後同じ場所にお礼の意味で日本人が木で作ったおもちゃが置いてありました。戦いに敗れても誇りを失うことなく、骨身惜しまず働いて立派な仕事を残した日本人の姿は、多くのウズベキスタンの人々を感動させたのです。日本人たちは建設に励む一方で、休みの日には気分転換で花札や手作りの麻雀牌を使い気分転換しました。それに興味を持ったソ連兵も、教えてくれと麻雀に加わるようになったのです。次第に収容所内は明るくなっていきました。ロシア民謡を合唱しているソ連兵を見て、日本人の一人が手作りのバイオリンで伴奏することもあり、盛り上がって合同の演芸大会まで開催されることとなったそうです。日本人の活躍もあり、ナボイ劇場は2年で完成。劇場の完成が近づいた1947年9月の初め、永田はソ連側の了承を得て仮の完成式を行いました。建物を無事に作り上げたことをみんなで確認し、喜び合いたかったのです。日本人たちと一緒に働いたロシア人やウズベク人たちも続々と劇場前に集合し、みんなの前に立っているこの壮麗なナボイ劇場は、私たち日本人を中心に一緒に働いたロシア人やウズベク人たちとの汗と涙の結晶だと永田は言いました。ロシア人はウズベク人から、日本人は本当によくやってくれたし素晴らしい民族だと声をかけられ、後世に残るこの建物を作り上げたことの喜びを分かち合いました。日本人の死亡は、劇場建設の高所作業中の転落事故と外出時に汽車に轢かれた2名のみ。その日本人たちはタシケント抑留日本人墓地に当時死亡した日本人と共に埋葬されましたが、ほとんどの日本人は無事に帰国することができたそうです。それから19年後の1966年、タシケント市は直下型の大地震に襲われました。震源地はタシケント市中央部地下で、マグニチュード 5.2 に達したそうです。1960年代までの世界の大地震の5本の指に入るほどの大きさで、約240の政府系建物、700の商店、レストラン、約180の教育施設、250の工場、約8万の家が崩壊。約10万人の人々が都外に放り出され、町はほぼ全壊しました。ところが、ナボイ劇場だけは何事もなかったように、何一つ壊れることなく、凛として悠然と立ち続けたのです。さらに、市民たちの避難所として大きな役割を果たしました。大地震に倒れなかったナボイ劇場の話は、日本人の技術の高さや勤勉さを象徴する話として
瞬く間にウズベキスタン国内や隣接するキルギス、カザフスタン、トルクメニスタン、タジキスタンなどの中央アジア各国に伝わったそうです。そして日本人の技術の高さにウズベク人は改めて感銘を受けました。1991年に中央アジア各国がソ連から独立した際に再び思い起こされ、日本をモデルとした国づくりをしようという動きにもつながっています。このことから今でもウズベキスタンでは親日家が多いと言われています。ウズベキスタンは1991年のソビエト崩壊と同時に独立しました。ナボイ劇場には日本人を称賛するプレートがあります。実は以前ナボイ劇場裏手の記念プレートにはウズベク語とロシア語、英語で日本人捕虜が建てたものであると書かれていました。独立後大統領に就任したカリモフ大統領はこれを見て、ウズベクは日本と戦争をしたことがないし、ウズベクが日本人を捕虜にしたこともないと指摘。さらに彼らは恩人だ、間違っても捕虜と書くなと命令して、1996年に新たなプレートに作り変えられたのです。確かにウズベキスタンと日本が戦争したわけではないので、日本人のことを捕虜と書くのはおかしいですよね。1945年から1946年にかけて極東から強制移送された数百名の日本国民がこのアリシェル・ナボーイ名小劇場の建設に参加し、その完成に貢献したとウズベク語、日本語、英語、ロシア語の順に刻まれ、これを見た日本人の多くはこの史実を知り涙していると言われています。また旧ソ連時代には日本人の墓地など作ってはならない、墓は暴いて遺体は捨てろという命令があったそうです。それでもウズベクの人たちはひっそりと日本人の墓を守り抜いてくれました。それは日本人が作ってくれた建物や発電所などが今でもウズベクの人々の生活を支えてくれていることへのせめてもの恩返しでした。中山成明元国土交通大臣は日本人墓地の整備に寄付金を募り、ウズベキスタン政府に墓の整備を申し出たそうです。するとウズベキスタンの大統領はこれを拒否しました。亡くなった日本人に心から感謝しているので、このお金は受け取れません、私たちで日本人のお墓を整備させてくださいとの申し出があったのです。ウズベクの人々は日本人墓地を美しい公園墓地にし、日本人を顕彰しました。一方日本はきっと生きて祖国に帰りたかったであろう日本人たちのために、せめて日本の桜を毎年見せてあげたいという思いから、ウズベキスタンに桜を送ることとなったそうです。今では日本から送られた1900本の桜の木が毎年美しい花を咲かせています。日本人の技術の高さは昔から定評がありましたが、こうした先人たちの努力によって海外から評価を得ていると言えるでしょう。国を越えて生まれた友情もまたこれからも大切にしていきたいですね。震度4の地震で大きな被害を受ける韓国。地震の原因はなんと人だった。日本では昔から地震が多く、2024年にも元日に能登半島大地震が起こるなど、常に地震と隣り合わせの状態が続いています。震度2以下はほとんど気づかず、震度3や4でもいつもよりちょっと揺れたかなとしか思わないくらい地震に慣れているのが日本人です。建物を建てる時の耐震基準も厳しく、ちょっとの揺れで建物が崩れることはそうそうありません。一方お隣韓国は被害が起きる大地震は少ないものの、中小規模の地震が年間数十回とたびたび地震が発生しています。そんな韓国で震度4の地震が発生しました。日本ではほとんど被害が出ないような規模の地震で、なんと何万棟もの民間施設や住宅に被害が出たのです。正直大きいとは言えない地震ですが、地震大国の日本からしたら地震で被害を受ける辛さはよくわかります。ただ
この地震に対して日本政府は表立った支援をしなかったため、韓国国内からは非難の声が上がりました。ところが、その後この地震の原因がとんでもない理由だったことが発覚したんです。一体この地震が起きた原因は何だったのでしょうか。今回は韓国で起きた地震に対する日本の対応と地震の信じられない原因について紹介します。それでは早速行ってみましょう。2017年11月15日、韓国のバハン市プククを震源としたマグニチュード 5.4 の地震が発生しました。この地震は日本の地震専門家によると日本の震度4の弱い方と表現されるほど、それほど大きな地震ではありません。しかし大地震が少ない韓国では、2016年9月に起きたマグニチュード 5.8 のキョンジュ地震に次ぐ観測史上2番目に大きい地震だったんです。この地震はポハン市だけでなく、ソウルなど韓国の広い範囲で揺れた記録が残っています。韓国にほど近い日本の九州北部や山口県でも揺れが観測されたんです。そしてこの地震では多くの建物に被害が確認されました。日本から見たら決して大きい地震ではないものの、怪我人などの被害も多く、韓国にとっては歴史に残る地震となってしまったんです。この地震では400カ所以上の公共施設や100カ所以上の学校、これに加え上下水道や道路、橋など約532億ウォン、現在の日本円にして約60億円の被害が出ています。民間施設や商店、工場などは3万箇所以上に被害が出ました。住宅は375棟が全壊、1055棟が半壊、2万棟以上が一部損壊と、被害額は430億ウォン、日本円にして約48億円に上ります。これだけ建物に被害が出ると、それに伴い増えるのが被害に遭った人の数。一人が命を失い、100人以上が負傷、一時は1000人以上が避難生活を強いられました。何度も言うように、震度4でこんなに被害が出てしまったんです。正直、日本では考えられませんが、これが地震に対する備えがない国の実態なのでしょう。1階部分が柱のみで駐車場などに利用される形状の建物が多いのも要因と言われています。土台部分の壁が少ないから崩れやすいというわけですね。そして韓国では初めてとなる液状化現象も観測されました。結局翌年まで大小の余震が続き、ポハン地震被害救済審議委員会に届け出があった被害は12万件余りに上りました。合計の被害額は100億円以上とかなりの金額だったようです。そしてこの地震の被害は建物やインフラだけではありません。なんと翌日11月16日に控えていたのは大学の入試試験だったんです。いわゆる日本の大学入学共通テスト、つまり大学入試の行方が決まると言っても過言ではない大事な試験が翌日に予定されていました。大人世代の方にはセンター試験といった方がしっくりくるのではないでしょうか。しかも韓国といえば受験大国、大学修学能力試験と呼ばれるこの試験は国を挙げての一大事とされています。なんと英語のリスニング試験中には試験の妨げにならないよう航空機の運航が制限されるんです。試験に遅刻しそうな受験生をパトカーが送り届けたり、先生や親が会場でプラカードを掲げたりする風景はもはや当たり前。受験生が無事試験会場に到着できるよう、会社や学校に通う一般市民が出勤や登校時間を遅らせるなど、韓国全体で受験生をサポートしているほどの徹底ぶりです。この試験で将来が決まるとも言われているので、韓国人は幼い頃からこの試験のために勉強を続けているようなものなんですね。そんな人生に関わるような一大事が地震の翌日に控えていたとなれば、受験生にとっては気が気ではありません。実際試験会場となる学校の窓ガラスが割れてしまっていたり、建物にひびが入っていたりと、無事に試験を行える状態ではないところも多くありました。
そのためこの大学入試を1週間延期することになったんです。災害のせいで延期することになったのは韓国史上でも初めてとのこと。どれだけ地震の影響が大きかったかが分かりますね。結局1週間後の入試は無事に終わったものの、余震で会場を変更する場合に備えて何百台ものバスを待機させるなど異例尽くしの試験となりました。震度4とはいえ、韓国にとっては歴史に残る地震となってしまったこの被害。地震大国の日本人からしたら、大きさに関わらず家や家族が被害に遭う辛さというのはよくわかります。そういった意味では韓国と思いを共有できる点も多くあるでしょう。しかし日本政府はこの時表立った支援を行いませんでした。理由は定かではありません。おそらく震度4という大きさから自国でもなんとかなると判断したというのもあるでしょう。ただ韓国国民からはこの日本の対応に対し、東日本大震災の時には韓国からかなりの募金をしたのにと怒りの声が上がっています。確かに東日本大震災の時、韓国にとっては海外の災害では歴代最高となる約600億ウォン、当時の日本円で約43億円という多額の寄付がありました。この支援に対し日本が感謝をしているのは当然です。自然災害で困っている日本を何とかしようと思ってくれる気持ちはとても嬉しいものですからね。一方で2011年9月に行われたサッカーの試合では、韓国人サポーターが日本の大地震をお祝いますと書かれた横断幕を掲げ、国際的な問題に発展しました。もしかしたらこういった背景も政府が大々的に支援を行わなかった原因の一つかもしれません。ただ後にこの地震にはとんでもない原因が潜んでいたことが判明しました。なんと人災だった可能性があるというのです。自然災害ではなく人の手によって地震が起きたと発表され、国が賠償責任を命じられるまでの騒ぎとなりました。大きな被害が及ぶほどの地震が人の手によって起きるとは一体どういうことなのでしょうか。ではここからはこの浦項地震の原因となったある出来事について紹介しましょう。韓国史上歴代2位という記録的な大きさだった浦項地震。先ほども紹介したように、なんとこの韓国の歴史に残る地震が人災だったというのです。この浦項地震の震源が地熱発電所からわずか500メートルしか離れておらず、この地熱発電所の建設が影響を与えたのではないかと一部の専門家から声が出始めました。たまたま地熱発電所付近で地震に関する研究を行っていた事業団が地震波の観測をしていたところ、その場所で地震波が測定されたんです。そもそも地熱発電とは、地下のマグマなどによって温められた高温の水や蒸気の力を使って行う発電のことで、再生可能エネルギーの一つ。エネルギーを得るために地下深くまでパイプを通す必要があります。そして地熱を使って水を温めるために、地下にそのパイプを使って高圧の水を注入するんです。結果その水の強い圧力によって断層が刺激を受けて地震が起きてしまったというわけですね。実際2010年に国家レベルでの開発事業としてこの地熱発電を始めるまで、周辺で大きな地震は発生していませんでした。しかし地下水を注入するたびに数十回の微小地震、つまり人には感じられないほどの小さな地震が数十回以上起きるようになったんです。2017年4月15日にはマグニチュード 3.1 のやや大きめの地震も起きていました。そして決定的な証拠となったのが、地熱発電活動で誘発された微小地震が起きた平面と浦項地震を起こした断層が一致するという事実です。結局政府はこの地熱発電が地震の原因だったと発表し謝罪、地熱発電の開発を中止することになりました。それはそうですよね。国が手掛けた開発事業で多くの市民に被害が及んだわけですから。そしてこの発表により、浦項市民約5万人が政府などを相手取り賠償責任を求める騒ぎとなりました。一部の市民などからは、この開発自体が
ただただ結果だけを求めて安全性を重視していなかったのではないかという声が上がっています。そして2021年にはポハン地震深層調査委員会による調査結果が公表されました。この調査結果で地熱発電の事業者の管理の甘さが指摘されたんです。指摘された一つ目は、そもそも誘発地震を監視する地震計の管理や分析を十分に行っていなかったこと。そして二つ目は、マグニチュード 3.1 の地震が起きた時点で地震発生のメカニズムを分析しなかったこと。またそんな状態で水の注入を続けるなど地震リスクの管理を怠っていたことも明らかになりました。責任があったのは事業者だけではありません。委託していた政府やポハン市はこの地熱発電開発で地震が誘発されるリスクを事前に分かっていたにもかかわらず十分に管理を行わず委託者の責務を怠ったと指摘されました。関わっていた団体のほとんどに責任があったということですね。これを受けて調査委員会は業務上過失致死容疑で検察に捜査を要請する事態にまで発展したんです。そして提訴から5年後の2023年11月、裁判所は政府と企業に対し一人当たり200万から300万ウォン、日本円にして約22から33万円の損害賠償を命じました。ポハン地震の被害に対して国の賠償責任を法的に認めた初めての例とのこと。ようやく被災者の思いが認められた瞬間でした。ちなみにこの賠償を受けるために今多数のポハン市民が訴訟に加わっているといいます。弁護士費用がかかるものの、それを差し引いても13万から18万ウォンの費用で200万から300万ウォンが受け取れるとあり、手続きのための長蛇の列が続いているそう。1万5000円から2万円の手出しで20万円以上もらえるとなれば、数時間並んででも参加したくなりますよね。訴訟のための書類発行数は全住民の過半数を超えたというニュースもあり、現在26万枚が発行されています。なんだかただのお金目当ての人がいるような気がするのは気のせいでしょうか。結局この地震による政府などが支払わなければいけない慰謝料は1億5000億ウォン、日本円で1700億円規模になると予想されています。今回の地震に対し海外からは様々なコメントが寄せられました。地震で被害を受けた人は確かに大変だし、早く元の生活に戻れるといいとは思う。でも震度4でこの被害ってひどすぎじゃない？普段大きい地震がないからといっても、さすがにこの耐震性のなさはまずいよね。これを教訓にしていくしかないだろう。自然災害ならまだしも、国の事業のせいで国民が被害を受けるなんて普通ならあってはならない話だよ。国の責任は大きいね。どうせ事業の進め方に問題があったんだろう。どんなに早く開発が進んだって安全でなければ意味はないね。当時韓国から災害支援の要求があったらしいけど、日本は断ったらしいよ。それに対して韓国人は怒ってたみたいだけど。国の開発事業に対する管理の甘さに批判の声が多く集まっていますね。先ほども紹介したように、日本はこの地震に対して目立った支援は行っていません。ただ結果的に人災と分かり、日本の選択は間違っていなかったとも言えるでしょう。日本のように対策をしっかりとしていれば、震度4ではほぼ被害はありません。この地震の被害で地震の怖さに気づいたはずの韓国の人々は、これから先この災害を教訓として生かしていけるのでしょうか。ぜひ日本の地震対策を参考にして、自分たち自身で守る力をつけていってもらいたいですね。ようこそアメイジングジャパンへ。パーソナリティのりかです。今回お届けするテーマはこちら。韓国で震度4の地震発生。この程度でびくともしない日本と韓国の耐震技術の差に外国人が驚愕。海外で大地震が発生すると地震対策が十分ではないために多くの建物が倒壊してしまった場面をよく目にします。
お隣の国韓国も地震対策が間に合っておらず、震度4の地震で結構な被害が出ました。しかし地震対策が進んでいる日本では、同規模の地震が発生してもそこまでの被害は発生しません。今回は韓国と日本の地震対策、耐震技術の差などを見ていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。韓国のある朝鮮半島ではめったに地震が発生しないとされてきましたが、2016年、2017年に連続して大規模な地震が発生し、その安全神話が崩れつつあります。2016年9月、韓国で観測史上最大とされるマグニチュード 5.8 の地震が発生し、震源地に近い地域では建物にひびが入ったり、水道管が破裂するなどの被害が出ました。また翌年の2017年にはマグニチュード 5.4 の地震が発生し、1000棟以上の建物が損壊。幸いなことに死者は出ませんでしたが、負傷者は90人に上り、避難を余儀なくされた住民は1500人を超えました。東日本大震災後、韓国国内でも耐震などの安全性について見直そうという空気が高まっていましたが、あまり進んでおらず、この地震をきっかけに政府もようやく重い腰を上げ、地震対策に取り組み始めたようです。しかしこれまでほとんど対策をしてこなかったため、課題は山積み。2016年、韓国総理直属行政機関である韓国国民安全所は、2015年末までの耐震設計基準となる公共建造物は全体の 42.4% に過ぎないと発表しました。中でも石油パイプラインは対象5施設のどれも耐震補強を行っておらず、マグニチュード 5.7 を超える地震が起きた場合、すべて損壊する可能性があります。さらに地下鉄の 20% は地震に対して無防備な状態だそう。韓国国民安全所は2020年までに耐震率を 49.9% まで上げる計画を立て、5年以内に到達できる見込みだとしていますが、もっと深刻な問題があります。それは2005年以前に建設された3階以上の民間の建造物のほとんどが耐震設計を満たしていない点です。韓国では1988年から6階建て以上の建造物に対し耐震設計が義務付けられていましたが、2005年から3階建て以上に基準が拡大されました。そのため2005年までに建てられた3階から5階建てには耐震設計が適用されていないのです。さらに国内の建造物の約4割がブロックやレンガを積み上げた礎石造建築で、これは1960年代から90年代にかけて建設されました。当然ながら耐震強度は鉄筋に及ばないだけでなく、耐震設計の対象とされていないため、見捨てられているような状態です。そんな状態でもし今韓国で震度 6.5 以上の地震が発生した場合、その被害は日本の100倍、具体的には死亡者が7000人以上、負傷者は10万人以上と試算されています。とはいえ韓国の専門家は、今後マグニチュード5以上の地震が韓国で発生する可能性は低いとしています。しかしむしろ懸念されるのは人災であるという声が多いのも事実です。現にこれまで手抜き工事や管理の不行き届きで百貨店や橋などが倒壊しています。どちらにせよ時限爆弾を抱えている韓国、地震が起きるのが先か、手抜き工事の建造物が崩れるのが早いか、不安は募るばかりです。一方日本は昔から幾度となく大地震に見舞われてきました。今でも毎年2000回近くの地震が発生しており、東日本大震災があった2011年には1万回以上も発生したほど。そのため大きな地震が発生するたびに耐震基準を見直し、地震対策を行ってきました。始まりは明治時代まで遡ります。1891年、濃尾地方でマグニチュード8相当の大地震が発生しました。この地震は記録が残っている日本で発生した地震としては観測史上最大とされています。この地震をきっかけに日本の地震や防災に関する研究が始まりました。
そこから約33年後の1924年、市街地建築物法に耐震規定が制定。これは世界初の耐震規定とされていますが、1950年の建築基準法の制定に伴い廃止されました。その後、1964年の新潟地震、1968年の十勝沖地震を受け、1971年に改定。さらに1978年に発生した宮城県沖地震の後、1981年に大幅に改正され、現行の基準となりました。この建築基準法は新耐震と言われ、震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7に達する程度の大規模地震でも倒壊は免れるという基準が追加。1995年には阪神淡路大震災が発生しましたが、この新耐震の基準で設計された建物は少なかったと言われています。この後も今日まで細かい改正が何度も行われており、日本の地震対策は常に更新されています。日本のすごいところは、地域ごとに過去の地震を調べ、その土地の地盤に合わせた対応をするところです。地域によっては、これまで大地震が起きていない場所もありますが、最低限標準の 70% 以上の地震の強さに耐えられることが要求されています。現在では、震度6強以上の最大級の地震に対して致命的な被害がないこと、震度5程度の発生の可能性が高い地震に対しては、被害を極力なくすことを目標としています。さらにすごいのは、その考え抜かれた耐震技術を実現する点です。海外の大地震で被害のあった建物を見てみると、コンクリートが玉石だらけだったり、鉄筋が入っていなかったりと、かなり欠陥が目立ちます。対して日本では、設計や施工全般に強度を確保することが浸透しており、その上で耐震設計が進んでいるため、海外に比べて震度5の地震でも建物の被害が少ないことが多いです。このように日本の地震対策は海外に比べて進んでいるため、世界からも称賛されています。日本の耐震技術を知った海外の人たちは、日本の建築技術やばい、あの揺れでビルが倒壊しないとかすごすぎるよ、日本の建築技術は世界のはるか先を行ってるね、この世のものとは思えない建築基準だ、などと絶賛しています。常に知恵を絞り、日々耐震技術を磨いている地震大国の日本、日本の耐震技術は間違いなく世界トップレベルでしょう。日本の耐震技術は中国でも称賛されています。中国でもたびたび大きな地震が発生しますが、地震が起きていなくても崩れたり亀裂が入ってしまう高層ビルがあるほど、建築物の多くが耐震性とは無縁です。2008年に発生した四川大地震を視察した日本の設計者によると、耐震基準が守られていないような建築物ばかりだったそうですが、2016年に発生した熊本地震は中国の防災意識に大きな影響を与えました。熊本地震に関する中国メディアの報道では、日本が地震帯にありながらも大規模な家屋の倒壊が少ないことを説明、日本の建築物は建築基準法などで厳しく規定されている上に、この基準を満たさない建物は建てられないだけでなく、使用する建材についても承認されたものでないとならないと伝えています。また耐震技術が壁や柱の強度を高める耐震構造から、新しい技術である免震構造へと移行していることも説明し、日本の耐震技術の高さを驚嘆として紹介しました。さらに2018年に日本で発生した大阪北部地震の際も、中国メディアは日本の地震対策について感心したという記事を掲載。日本と中国の建造物の構造の違いを示し、地震の多い地域は厳格な耐震基準を適用し、建物の補強などの措置を講じることが重要だとしました。また別の中国メディアでも、日本と中国の建造物の違いを指摘。中国の家屋の多くはレンガ造りのため、
崩れると粉々になり、生存者は呼吸ができず救出が間に合わない可能性が高まります。反対に日本家屋は木造か鉄筋コンクリートが主流のため、家屋が倒壊しても柱や壁の支えがあり、生存者は呼吸をすることができるため生存率が上がると説明。さらに日本の家屋は耐震・免震技術を取り入れた構造な上に、木材が揺れを吸収するため頑丈であると紹介しました。中国も地震の発生回数は少なくありません。まずは手抜き工事という問題を解決しないと意味がないかもしれませんが、日本の耐震基準を参考にして地震に備えてほしいですね。ようこそアメイジングジャパンへ。パーソナリティのリカです。今回お届けするテーマはこちら、日本人が台湾地震で取った行動に感謝の嵐。皆さんは親日の国というとどの国を思い浮かべますか？おそらく多くの人が台湾を真っ先に思い浮かべたことと思います。現在日本と台湾はとても良い関係を保っていますが、この信頼関係が築き上げられる大きなきっかけとなったのは、両国で発生した地震の際の助け合いでした。それでは早速行ってみましょう。日本は地震大国で、震度1を超える地震が毎日のように日本のどこかで起こっていますが、実は台湾も地震が多い国であり、しばしば大きな地震が発生しています。2018年にも台湾では大きな地震が発生しました。花蓮地震と呼ばれるこの地震は2018年2月16日23時50分に発生した地震で、台湾東部にある花蓮県近海を震源とする最大震度7、マグニチュード 6.4 の直下型地震でした。この地震後には中国やシンガポールからも救援隊派遣の申し出がありましたが、台湾は外国の中でも生命反応を探知する高度な機器を持つという理由で、日本の救援チームのみを受け入れたそうです。花蓮は観光スポットとしても人気の場所で、地震発生当時も日本や中国などから観光客が訪れていました。地震の被害の範囲は限定的なものでしたが、断層近くの建物が崩れ、観光客が宿泊していた7階建てのマーシャルホテルや地上11階、地下1階建ての雲門推定ビルなども倒壊。そして出口を失った人々が多数閉じ込められました。マーシャルホテルではレストランなどがあった1階から3階部分までが潰れ、4階の客室の窓にはしごをかけての救出作業により、宿泊客など多くの人々は救出されましたが、フロント係の男性従業員が1人亡くなったそうです。そして雲門推定ビルは45度に大きく傾き、2階部分まで潰れました。上層階の人々が多数閉じ込められており、完全に倒壊するのを防ぐため、11本もの支柱でビルを支えながらの被害者の捜索や救出活動は困難を極めるものでした。地震発生から24時間以内には大小200もの地震が起き、その上降り出した冷たい雨がさらに地盤を緩め、救出活動自体が危険を伴ったそうです。生死を分かつといわれる72時間の壁が刻一刻と迫り、特に地震発生以降、昼夜を問わず懸命な救助に当たっていた現地の消防隊員や医療スタッフたちの疲労はピークを迎えようとしていました。そんな中、現地に駆けつけたのは台南市を中心とした人気ラーメンチェーン店ミスターラーメンを営む日本人男性、野崎隆夫さんです。台南市と花蓮市とは350キロ以上離れていますが、野崎さんは台湾人のスタッフを伴ってラーメンの材料や調理道具など車で8時間かけて花蓮市まで運び、200食の温かいラーメンを無料で振る舞いました。大変な思いをされている皆さんが温かいラーメンで少しでもリラックスできれば、そのような一心で野崎さんは一人一人にお疲れ様ですと声をかけながらラーメンを手渡したそうです。この行動は心身ともにギリギリの状態で救援に当たっていた人々の心をも温め、台湾のメディアにも大きく報道されました。
花蓮地震では17名が犠牲となり、285名が負傷、その多くが雲門推定ビルの住人や宿泊客などでした。実は野崎さん自身も花蓮地震のちょうど2年前、2016年2月に台湾南部で発生した地震で被災しています。当時倒壊したビルの近くで手伝いに加わった野崎さんは、現地の人々が懸命に頑張る姿を目の当たりにしました。その経験が自分もできることをやろうと思うきっかけになり、今回の行動につながったそうです。また俳優の阿部寛さんをはじめ、多くの著名人が寄付を申し出たことや、地震直後から日本人が SNS 上にたくさんの応援メッセージを寄せたことも台湾で大変な話題となりました。台湾の人々からの感謝の言葉がネット上に多く寄せられていましたので、その一部をご紹介します。日本国民の皆様ありがとう。万が一日本に助けが必要な時が来たら必ず恩返しします。ありがとう日本。こんな時だけど心が温かくなったよ。日本の人々が台湾を気にかけてくれていることを今まで知りませんでした。感動です。こういう時にこそ本当の思いが伝わります。ありがとう。僕たちは本当に素晴らしい隣人を持った。台北に住んでいるけど日本の友人たちもみな心配してくれました。感謝です。応援メッセージに感動したよ。やっぱり台湾人と日本人の関係は特別なものだ。台湾を愛してくれてありがとう。私たちも日本が大好きです。このように心の温まる感謝のメッセージが多数寄せられました。台湾のシンクタンクの調査では 75% もの人が今回の花蓮地震で外国の中では日本が一番心配してくれたと答えたそうです。実は日本が花蓮地震で多くの支援やメッセージを寄せたのは、2011年に日本で起きた東日本大震災の際に台湾から寄せられた多大な支援への恩返しでもありました。私たちの心に深く刻まれている未曾有の被害をもたらした東日本大震災、震災後日本国内のみならず海外からも多数の支援やエールが寄せられましたが、その中で最も心を寄せてくれた国、それが台湾です。台湾外交部の統計によれば、台湾から日本に送られた義援金の総額はおよそ264億円で、金額としては世界最多だと言われています。またメディアに報道されたこと以外にも、台湾は多岐にわたり手厚い支援をしてくれました。中でも台湾の仏教系の慈善団体である慈災基金会が50億円以上の寄付金を集めて被災地に赴き、被災者に現金の直接配布を行ったことは関係者以外にはあまり知られていません。被災者の人々はこの予期せぬ出来事が先行きが不安な中で安心を与えてくれたと語っています。この慈災基金会は東京に日本支部がありますが、支部の人々は震災翌日の夜明け前にトラックや自家用車で支部のある東京を出発し、被害が大きかった被災地に赴き、気温が10度を下回っている中で豚汁やカレーライスなどの炊き出しを行いました。そして台湾から届けられた救援物資は数十トンとも言われており、いかに日本のことを思ってくれたのかを物語っています。さらに台湾は震災後の復興支援も継続し、宮城県、福島県、岩手県には義援金を活用し病院などが建てられました。実はこれほどまでに台湾が心を寄せてくれた理由の一つには、1999年に台湾で起きた大地震の際の日本の対応があったそうです。921大地震と呼ばれる台湾中部で起きたこの直下型地震はマグニチュード 7.3、 最大震度7という大きな地震で、揺れは102秒も続き、多くの死傷者や行方不明者が出ました。そんな中、日本が最も早く、しかも外国としては最大規模の145人という救援隊員を派遣したことが、台湾の人々から大変感謝されたそうです。921大地震は、台湾では今まで経験したことのないほど大きな地震であったため、台湾政府も的確な判断が困難でしたが、
日本は1995年の阪神大震災の経験があったことから素早く状況判断などができ大きな戦力となりました。また日本の救助隊からたくさんの救助に関するノウハウが伝授され台湾の救援隊の技術が向上したことも感謝されたそうです。そして1000棟を超える仮設住宅や多くの救援物資が日本から届けられ被災した人々の生活を守ったことなどがその後の日本と台湾の友好関係を深めるきっかけにもなりました。今度は私たちが恩返しをする番だ。お互いの国に災害が起こった時にこのような思いで手を差し伸べられるのは日本と台湾の間に結ばれた強い絆があってこそだと言えるでしょう。外国で災害が起こった際日本は様々な形で支援を行っていますがそれらは決して一方通行ではありません。特に東日本大震災後には多くの国が日本を助けてくれました。アメリカ軍による友達作戦が支援活動としてはよく知られていますが震災後約2ヶ月間で20以上の国と地域から人命救助や医療活動を行うチームそして各界の専門家チームなど様々な形で支援を行う人々が被災地に派遣されたそうです。ここで各国が行った支援の一部をご紹介します。被災地に最も早く到着したのは韓国でした。韓国は震災の翌日救助隊員5名と救助犬2匹からなる救助チームで被災地入りしさらに3月14日には102名の救助隊員が追加され被災地での救助活動に従事しました。またオーストラリアからはレスキューチームの派遣とともに食料や医療品などが寄贈されオーストラリア軍が保有する輸送機 C-17 の全4機のうち3機が被災地への物資の輸送に使われたそうです。南アフリカからは2010年1月に発生したハイチ大地震でも救助活動で活躍した NGO 団体より45名のレスキュー隊が派遣され持ち込んだゴムボートでの水上・水中の捜索活動は外国の救助隊の中では唯一行われたものでした。南アフリカのレスキュー隊はとても規律正しく紳士で誠実な態度が多くの人に感謝の気持ちを呼び起こしたそうです。トルコは貨物専用機で作業用車両3台を含む機材を被災地に持ち込み35名の支援チームで救助及び医療活動をおよそ3週間も行いました。これは1999年に起きたトルコ北西部の地震で最も迅速に支援を行った国の一つが日本であったことへの恩返しとしての活動でした。そしてロシアは豊富な経験を積んだ非常事態省のレスキューチーム総勢150名を被災地に派遣しました。ロシアの救助隊員たちは倒壊した建物に果敢に立ち入り危険を顧みず熱心な捜索活動を展開したばかりでなく自国の担当地域を越えて行方不明者の捜索に当たったそうです。イスラエルは医師14名、看護師7名、その他通訳など計53名から構成される医療支援チームを派遣し宮城県南三陸町にクリニックを開設しました。そして帰国の際に医療品などを被災地に寄贈したそうです。その他にも様々な支援チームが派遣され各国の隊員たちは言葉や文化の壁を越えて被災地の人々と交流を図り被災した人々を大いに元気づけました。このように様々な国が様々な形で日本に手を差し伸べてくれたのです。支援をしてくれた国々に感謝するとともにこれからも国際貢献を通じ多くの国の人々に感謝されるような日本でありたいですね。ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのさきです。今回お届けするテーマはこちら、日本に街の再建を頼みたい。地震頻発のイタリアで日本の耐震技術が話題に。日本が地震の多い国だというのは世界でもよく知られたことですが、実は日本以外にも地震大国として名高い国があるのです。それはヨーロッパの長靴型の国、イタリア。イタリアは
ヨーロッパを代表する地震大国の一つで、日本と同様に地震による被害に頭を悩ませています。そんなイタリアですが、最近日本のある技術がネットを中心に話題を呼んでいるのです。一体どんな技術なのか、それでは早速行ってみましょう。イタリアメディアが執筆したある記事が今世界的に話題になっています。それは日本の耐震性の高さについて言及した記事。日本の建築はマグニチュード9にも耐えるという内容となっており、文中では日本の耐震性の高さと技術について次のように絶賛されていました。日本人はあらゆる面で非常に先進的な国民で、多くの有用で革新的な技術を開発してきた。しかし地震などの自然災害に多く見舞われており、時には壊滅的なダメージを負うこともある。大きな地震が来てもなるべく犠牲者の数を抑えられるように、日本ではマグニチュード9の地震にも耐えられる木造建築を作る技術が開発されており、しかも耐震建築は一般市民でも手に入れられる価格であることから、より多くの命が守られることにつながっている。このように日本の技術力の中でも、イタリアメディアは特に建築という観点から高く評価してくれています。この記事はイタリアのネットユーザーを中心に話題を呼び、日本の地震に対する備えの素晴らしさを絶賛する声が集まりました。しかしその一方、イタリアでは日本への恋以上に自国に対する失望の声が多く上がっていたのです。一体なぜでしょう。そもそもなぜイタリアのメディアが地震に関する記事を執筆したのか、皆さんはわかりますか？実はイタリアというのはヨーロッパの中でも地震被害が多い国の一つ。国連が2004年に発表したデータによれば、マグニチュード 5.5 以上の地震が頻発する国として、イタリアは世界の中で13位にランクインしているのです。20世紀に入ってから起こった地震の中で、マグニチュード6以上のものは7回、古代中世以降の約2500年の間ではおよそ3万回もの地震がイタリアで起こっていることが分かっています。そもそも地震というのは、地球を覆うプレートと呼ばれるものがずれ動くことで起こるもの。イタリアはアフリカプレートとユーラシアプレートが衝突し、互いに押し合っている地域にある国です。加えてイタリアはプレート同士が衝突しているということから、断層も多いため地震が頻発しているとされています。イタリア周辺の地域は地質構造が日本以上に複雑になっているため、実際に地震が起こる理由は未だによく分かっていないのだとか。そんな地域だからこそ、日本の地震対策についての記事が反響を呼んだのかもしれませんね。そんなイタリアですが、地震の多さと被害の大きさは日本にも劣りません。2016年8月にはマグニチュード 6.2 の地震が発生し、298人が亡くなっています。これはイタリア中部地震と呼ばれており、2009年に309人が死亡した中部ラクイラ地震に次いで、イタリアで2番目に大きい被害となっているのです。イタリアで調査研究を率いているファビオ・トルトリーチ氏はこの現状について次のように語っています。イタリアでは平均して15年に一度マグニチュード 6.3 以上の地震が発生してもおかしくない。地震防災と市民保護の文化がもっと促進されていいはずだ。プロの研究者ですら嘆くような状況にもかかわらず、イタリアの地震防災対策はあまり進んでいません。これほど大きな被害を呼んでしまった原因は、被災地域の建造物に耐震性の強弱がある建物があったからだとされています。イタリアは日本と比べ地震への対策があまりされていないのです。その理由として挙げられるのが、イタリア国内に存在する歴史的建造物の多さと、犯罪組織による作業会社への関与です。特に犯罪組織による手抜き工事の被害は甚大で、
イタリア政府はこのことについてひどく頭を悩ませていると言われています。イタリア政府は自国での地震被害を重く見て、1974年に耐震技術の基準を制定しました。しかし、歴史的建造物を保全すべきという風潮が国内残っているため、耐震工事がうまく進んでいないのです。また、イタリアの業者の中には、犯罪組織との結びつきを持つ業者も存在しています。そういった業者たちは、耐震工事の費用を抑えるために手を抜き、浮いた工事費を犯罪組織へ横流しするのです。こういった工事費の着服による事例が多発した結果、いざ地震が起こった時の被害は拡大してしまうというわけです。イタリア中部地震の被害を受けたアマトリーチェ地方では、倒壊した建物の多くに砂が使われていたのが分かっています。これは工事費を浮かす目的でセメント代わりに使用されたと地方メディアで語られているのです。また、イタリアのある小学校では約70万ユーロを投じた耐震工事が実施されたといいます。予算のほとんどは耐震工事に使われるためのものでしたが、後の調査で4分の1ほどしか使われていなかったと分かったのです。検査基準をクリアするために使われたシールやスタンプ、耐震工事に関する書類などが偽物であったことが後の調査で発覚しています。たったの4分の1ほどの予算しか使われていないなら、残った予算はどこへ行ったのか。イタリアの調査当局の調べによると、工事を請け負った業者は以前からシチリア地方の犯罪組織と関わりを持っていたそうです。予算がどこへ消えたのかは言うまでもないことでしょう。イタリアは国全体が文化遺産といえるほど歴史を持った建物が多い国。その価値を守りたいと思うのは自然なことと言えます。ですが、その美しさも地震で崩れてしまえば元も子もありません。地震対策のために工事を進めるのが最善と言えるのかもしれませんが、その工事も犯罪組織が関わっているせいで思うように進まず、予算ばかりが消え、いい加減に建てられた建物が増えるばかり。自国のこういった内情が知れ渡っているのであれば、ネットユーザーたちが日本と比べて不満をこぼしてしまうのも無理はないのかもしれませんね。このような現状から、イタリアを中心とした世界各国では、日本の耐震技術に密着した動画やニュースがたびたび話題になります。例えば、東日本大震災時に撮影された映像。これは新宿で撮影されたものであり、都内に立ち並ぶ高層ビルがゆっくりと揺れている様子が収められています。この動画は日本でも何度か取り上げられていますが、大手建築サイトで紹介されたのをきっかけに海外で話題を呼んでいるのです。また別のニュースでは、兵庫県三木市に存在する e ディフェンスにて行われた実験が特集され、ネットユーザーを中心に評判になりました。 e ディフェンスというのは、国立研究開発法人防災科学技術研究所が所有している実験施設であり、正式には実在3次元振動破壊実験施設と呼ばれるものです。この施設では、地震の際に実際の建造物がどう壊れるのか、どこまで壊れるのか、なぜ壊れるのかを実験を通して分析し明らかにします。ここから得たデータは破壊シミュレーションの高度化に生かされ、より詳しい実験ができるように使われるのです。この実験には、分析結果に基づき、壊れない構造物を設計するという目的があります。建造物の倒壊による被害を防ぐため、e ディフェンスでは様々な技術を使った実験が行われているのです。そんな e ディフェンスですが、施設といっても、どんな仕組みになっているのか、皆さんは想像できますか？ e ディフェンスの主要部分は、実際の地震と同じような複雑な揺れを作り出すことができる振動台です。e ディフェンスは2005年から本格的な実験研究が行われており、築30年の木造住宅や1970年代の手法で建てられた鉄筋コンクリートのビルなど、様々なシチュエーションでの実験が行われています。
e ディフェンスの広さは15メートル ×20メートル、その上には最大1200トンの構造物試験体を載せることができます。構造物試験体とは実際の建造物を想定した模型のようなものです。一般住宅をはじめにマンションなどの集合住宅や高層建築など多くの種類があります。この試験体を載せた振動台を動かすために世界最高の性能を兼ね備えた過振器というものが利用されているのです。ここまでの説明をまとめると、 e ディフェンスとは様々なタイプの構造物試験体を乗せ、阪神・淡路大震災を上回るほどの地震を起こすことで、構造物試験体がどう破壊されていくのかを調べられる振動台ということになります。地震が頻発し、何度も被害を被ってきた日本には、なくてはならない実験施設なのです。日本の耐震技術について、海外ではこのような声が上がっています。日本の耐震技術の何がすごいかって言ったら、庶民でも買える価格で提供されているってことだよ。地震ですぐに倒壊するような家で暮らすのはもうやめよう。そして日本の耐震技術に対する取り組みを俺たちも学ぼう。日本が超進んだ国なのは周知の事実だろ。しかもあの国は適切な税金の使い方をしている。日本はやらなくちゃいけないことをやってるんだ。俺たちは日本から遅れを取りまくっている。犠牲者を減らすには耐震技術を向上させるしかない。日本はそのことを分かってんだろうな。日本に街の再建を頼みたい。日本人のエンジニアにイタリアに来てもらえばいいのよ。気象庁が発表したデータによると、日本では1年間におよそ4800回も地震が起きているそうです。日本は地球上で特に地震が起きやすい場所に浮かぶ国であり、世界で起きている地震のおよそ 20% は日本で起こったものだという話もあります。日本に生きていく上で避けられないからこそ、日頃からの訓練や研究が行われています。自分の命や大切な人を守るため、日本は地震防災においても目覚ましい進化を遂げてきました。常日頃からの備えが大切というのもありますが、今私たちが生きていられるのは国が必死に研究や実験を繰り返してくれたおかげ。そのことを忘れずに感謝しながら、日頃の備えを怠らずに生活できたらいいですね。ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのリサです。今回お届けするテーマはこちら、ジェンガみたいに揺れてる。大地震にも耐える日本の高層ビル建築に海外衝撃。東日本大震災が発生した際、なんと東京中の高層ビルがぐらぐら揺れまくったのです。その動画を見た外国人から怖すぎるという声が上がっているのですが、一体この揺れにはどんな秘密が隠されているのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。皆さん、ジェンガというゲームをご存知でしょうか。ジェンガは1983年に発売されたイギリス発祥のボードゲームです。54本の細長いブロックを互い違いに組み合わせた塔から1本ずつ順番にブロックを抜いて塔の上に積み上げていって、塔が崩れたら負けってルールですね。ちなみにジェンガはスワヒリ語で積み上げるという意味。やったことがある方はわかると思いますが、バランスが崩れていって塔がゆらゆらと揺れる中でブロックをゆっくり慎重に引き抜くスリルったらないですよね。そしてあの日、まさにこのぐらぐらと揺れる塔と同じようなことが東京の高層ビル群でも起こったのです。あの日とは、そう、2011年3月11日東日本大震災が発生した日。東日本大震災は宮城県沖 130km を震源としてマグニチュード 9.0 を記録した日本周辺における観測史上最大の地震です。大きな揺れ、大津波、火災などにより
東北地方を中心に12都道府県で2万人近い死者、行方不明者が発生するという大惨事になりました。これは明治以降の日本の地震被害としては関東大震災、明治三陸地震に次ぐ3番目の規模の被害となります。当時の映像をご記憶の方も多いと思いますが、沿岸部を津波が襲来し町を破壊し尽くす様子や福島第一原発におけるメルトダウン発生は全世界に大きな衝撃を与えました。そして震災発生時、東京も最大震度5強の大きな揺れに襲われました。そう、まさにその時、東京中の高層ビルがグラングランと大きく揺れたのです。特に高層ビルが集中する新宿副都心の光景は凄まじいものでした。例えば1979年に竣工した高さ223メートルの新宿センタービルの最上階では最大で 1.08 メートルの横揺れがなんと13分間も続いたのだそう。実際にオフィス内でビルの揺れを体験したり、路上でビルが揺れる様子を見たりした方は、ビルがポキッと折れやしないかとか、隣のビルとぶつからないかとハラハラしたのではないでしょうか。いや、これは怖いですよね。あんな高くて頑丈そうなビルが信じられないくらいグラグラと曲がるのですから。ではなぜこんなに揺れるのでしょうか。もちろん地盤が脆いとか手抜き工事とかそんなことではありません。実はわざと揺らすことによって地震による倒壊を防いでいるのです。そう、つまりあの高層ビルの大揺れは日本の優れた耐震技術によるものってこと。ではどんな技術によってビルを守っているのでしょう。日本の優れた地震対策技術には大きく耐震構造、制震構造、免震構造の3種類があります。耐震構造とはその名の通り地震に耐えるということで、柱や梁など建物全体を強固にして地震のエネルギーを受け止める構造のこと。一戸建ての住宅であってもビルであっても現在の建物は全てこの耐震構造がベースとなっています。次は制震構造。ダンパーなどの装置を建物に組み込み、建物に伝わる揺れを吸収して抑え込む仕組みのことです。揺れを吸収しちゃうので揺れが収まるのが早くなるだけではなく、揺れ自体も小さくなるという効果があるってことですね。タワーマンションなどの高層の建物では強風の影響で揺れることがありますが、この制震装置を設けることで抑えることができます。最後の一つが免震構造。地盤と建物を切り離した上でその間に水平方向に動きながら揺れを吸収させる積層ゴムなどの装置を設け、地震の揺れを建物に伝わりにくくする構造です。つまり耐震は強度によって、制震は揺れの吸収によって、免震は揺れを受け流すことによって建物を地震から守っているってことですね。そうです、あの高層ビルの揺れは制震による吸収や免震による受け流しによって発生していたのです。逆に言うと、あの揺れがないと危ないってこと。いや、地震大国日本の建築技術恐るべしですよね。東日本大震災は14時46分に発生しましたが、その時間帯はオフィスで働いている方が多かったこともあり、揺れる高層ビルの動画がたくさん投稿されました。大揺れする高層ビルの動画は海外でも大きな話題となり、ビルのあまりの揺れの大きさや日本の耐震技術に驚愕した外国人から多くのコメントが押し寄せていたのです。もし日本以外の国でこんな大地震が起こったら、ビルはアメリカの世界貿易センタービルが崩壊した時のようにあっという間に倒壊すると思う。日本人の技術は本当に素晴らしい。日本のビルが優れた耐震設計になっているのは知っていたけど、実際にこんな揺れてる映像を見てしまうと恐ろしいわ。なるほど、ビル自体が一緒に揺れて倒壊を防ぐようになっているんだな。日本のビル建築工学の凄さがわかるよね。この動画、飲みすぎて酔っ払った人の視界みたいだ。芯はあるけど力が抜けているから壊れないみたいな設計になっているんだな。
ベアリングのようなものの上に建物が建っているから大丈夫らしい。つまり酔っ払いが事故に遭った時みたいに柔らかい方が怪我をしないってこと。オーマイガー、ジェンガみたいに揺れてるじゃないか、怖すぎる。皆さん日本の技術を大絶賛しているのがよくわかりますよね。酔っ払いに例えたコメントもありましたが、揺れを受け流すという日本の耐震技術をなかなかうまく表現しているのではないでしょうか。この東日本大震災における日本の耐震技術が評判となり、今やアメリカでも地震対策をしなければという機運が高まっているのだそう。アメリカはそれほど地震が多いイメージはありませんが、実はアメリカ太平洋沿岸部は今後50年間にマグニチュード 9.0 の大地震が発生する確率が 10% もあることが判明しています。そんな背景もあって、アメリカでは日本から学ぶ地震対策と題して特集記事が組まれました。まず記事では、東京の 87% の建物が耐震・免震構造であると紹介し、地震への備えは抜かりがないと評価。また建物だけではなく、新幹線など公共交通機関にも地震対策がしっかりと取られており、東日本大震災発生当時27本もの新幹線が走っていたが、本格的な揺れが来る前にブレーキがかかり、死者はおろか怪我人すら出なかったと大絶賛しています。それに対してアメリカ人は地震の危険性をあまり意識していないと指摘し、アメリカの政治家には危機意識を持ってもらい、日本のような地震対策を講じるべきと提言。最後に、日本のような先駆者と協力し合うことが重要であると結んでいます。アメリカで日本の地震対策が高く評価されているのがよくわかりますよね。またアメリカのメディアブルームバーグは、東京スカイツリーの耐震技術に驚愕したと投稿しています。東京スカイツリーは東京都墨田区にある高さ634メートルの世界で最も高い電波塔で、東京のランドマークの一つにもなってますよね。ではブルームバーグは東京スカイツリーのどんな耐震技術に驚いているのでしょう。実はこの東京スカイツリー、なんと1300年以上も前に建てられた世界最古の木造建築である法隆寺五重塔の技術を取り入れているのです。法隆寺五重塔は1300年の間何度も大きな地震に見舞われてますが、驚いたことに一度も倒壊したことがありません。ちなみに日本には法隆寺以外にも五重塔や三重塔が全国に500箇所以上あるのですが、それらもなんと地震で倒壊した例はほとんどないのです。1300年以上も前の建築物にそんな優れた耐震技術があったなんて、ブルームバーグが驚くのも無理はありませんよね。では五重塔にはどんな耐震技術が隠されているのでしょうか。一つは心柱です。五重塔の中心部には心柱という太い柱が地面から上部まで貫かれており、それが建物全体の強度を高めていることが分かっています。もう一つは質量負荷機構という技術。地震の揺れで建物が揺れるとき、建物の中にタイミングがずれて揺れるものが存在すると、全体の揺れが打ち消し合って小さくなります。実は五重塔の心柱は他の骨組みと直接つながっていません。ですので地震の揺れが来ても心柱と他の部分の揺れのタイミングがずれるため、揺れを抑えることができるってわけですね。そうなのです。東京スカイツリーにはこの2つの技術が採用されているのです。いやー、日本の先人たちの技術の高さに驚かされますよね。もちろんこの投稿を見た外国人からも驚愕の声が上がっていました。1300年の昔からそんなすごい技術があったなんて、日本の建築工学は本当に異次元。制御システムが本当にすごすぎる。これは今まで見た中で一番ショックだよ。伝統的な建築工学にはちゃんと理由があるんだ。こりゃインドネシアとは全然違うわ。日本は毎年のように自然災害が発生する国、それにもかかわらず
災害を軽減してコストを減らすシステムを作り上げた。日本は別次元だ。日本はこの世のものとは思えない。ぜひ行ってみたい国だ。文句なしの称賛の声ばかりですね。1300年前の技術でも世界を震撼させちゃうくらいなのです。日本の耐震技術は間違いなく世界トップレベルと言えるでしょう。日本の技術の高さを最小名、台湾と日本は深く長い絆が存在した。2024年4月、台湾の東部沖でマグニチュード 7.2 の地震が発生しました。台湾東部沖地震です。台湾東部に大きな被害をもたらし、台北の通勤ラッシュも直撃しました。私たちの住む日本でも、2024年1月に起きた能登半島地震が起きたばかりということもあって、台湾の人々が大変な思いをしていることは容易に想像できますね。台湾大震災直後、日本政府は台湾に対してすぐに支援を表明し、寄付金の募集もすぐに始まりました。そんな中、話題を集めたのが、日本統治時代に建設された古い橋が震度7という大震災の中、崩落を免れたということです。この古い橋に隣接していた橋が崩れ落ちたということもあって、日本が建設した橋の頑丈さに驚く声が上がっているのです。日本統治時代の橋と聞いて、どれぐらい歴史のある橋なのかピンとこない人もいるかもしれません。この日本統治時代の橋について調べてみると、台湾と日本には深く長い絆が見えてきました。今回は台湾東部沖地震で話題を集めた日本が建設した橋について紹介しながら、台湾と日本の友好関係について紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。早速ですが、台湾東部沖地震について見ていきましょう。日本時間の2024年4月3日午前8時58分頃、台湾東部のホアリエン沖およそ25キロを震源とするマグニチュード 7.2 の地震が発生しました。台湾では最大で7まで震度があり、このうちホアリエンで震度6強の揺れを観測したほか、北東部のイーラン県などで震度5強、北部の台北市や新北市など広い範囲で震度5弱の揺れを観測。地震から1週間経過した時点での被害状況は、台湾全体で建物の損壊が870件、道路やトンネルなどへの被害が75件確認されるなど、大きな被害が出ています。さらに、これまでに13人の死亡が確認され、6人と連絡が取れず、余震が続いている状況です。震度7と聞いて、多くの人々が思い浮かべるのは、2024年1月1日、16時10分に、最大震度7を観測した能登半島地震じゃないでしょうか。だからこそ台湾の大変な状況を我が身のように感じる人も多いことでしょう。台湾東部沖地震の報告を受けた日本政府は台湾に対してすぐに支援を表明しました。寄付金の募集も地震直後から始まり、4月10日には日本政府が表明通り100万ドル、日本円にして1億5000万円規模の緊急無償資金協力の目録を台湾側に手渡しています。台湾を支援しているのは政府だけではありません。主な寄付金の窓口となっている台湾の財団法人によると、4月8日時点で3億2000万台湾ドル、日本円にして約15億円もの寄付金が集まったとのこと。日本からも著名人や企業、団体などから寄付の表明が相次ぎ、XJAPAN の YOSHIKI さんは、1000万円の寄付をすることを発表しました。ロックバンドキングヌーも4月6、7日に行った台北公演の収益を全額寄付すると X に投稿しています。このように SNS 上では台湾への寄付金表明や寄付を呼びかける投稿が相次いでいます。中でも両国の関係を象徴しているコメントがこちらです。東日本大震災、熊本地震、能登半島地震でも台湾の皆さんにはとても助けられました。台湾地震に対し、日本は最大限の恩返しですね。倍返しは
こういう時にこそ使う言葉。これは国内外で被災地支援を行ってきた登山家の野口健さんのコメントです。この言葉が物語っているのは、台湾は日本が震災に襲われた時に支援をしてきてくれたということ。2011年3月に発生した東日本大震災の時には、台湾は国、地域別で最大規模となる義援金約200億円を寄せ、いち早く緊急援助隊を派遣してくれました。2016年の熊本地震や2018年の西日本豪雨災害でも見舞い金やメッセージを公表。そして台湾逃亡期地震の前日である4月2日には台北駐日経済文化代表所が台湾各地から寄せられた義援金約25億円を石川県の口座に振り込んだと報告したばかりだったのです。一方の日本はというと、1999年に起きた台湾中部大地震、921大地震では、日本の国際緊急援助隊が発災当日に派遣されました。この速さには、日本国民ながらも驚いた人も多かったのではないでしょうか。また、この時赤十字に集まった寄付金のうち、5割以上が日本からだったそうです。2018年2月の台湾東部地震の際も、日本は専門家チームを派遣しています。台湾と日本は正式な国交はありませんが、恩返し合戦を繰り返し、両国のつながりを大切にしてきていました。つまり、今度は日本が台湾へ恩返しの気持ちも含め、できる限りの支援をしてあげるべきだということです。さて、今回の台湾逃亡期地震で思わぬところで注目を集めたものがありました。それは、特に大きな被害を受けた台湾ホアリエンの山間部に設置されていた日本が建設した橋です。ホアリエンは太平洋に面する地域で、長い海岸線や山脈から流れる川にできた渓谷など、自然が豊かな観光地として知られています。人口はおよそ32万人で、日本の台湾に対する窓口機関である日本台湾交流協会によると、2024年2月末の時点で100人の日本人が住んでいる地域です。このホアリエンの山間部で古い橋が崩落を免れた一方で、隣接している比較的新しい橋が崩れ落ちたと台湾市の自由時報が伝え話題となりました。その理由は、崩れなかったこの橋は古い日本統治時代に建設された古い橋だったからです。もちろん2つの橋は隣接しているとはいえ、長さなどが異なるため単純に比較できませんが、それでも頑丈さに驚く声が上がっています。ここで統治時代について少し紹介しましょう。日本統治時代とは、明治時代以降1945年昭和20年まで大日本帝国を構成し、日本列島を除く戦争や外交によって獲得した領域を統治していた時代を指しています。そして台湾は1895年から1945年まで大日本帝国の一部でした。そのきっかけとなったのは、1894年明治27年7月25日から1895年明治28年4月17日にかけて、日本と清国の間で行われた戦争の日清戦争です。この戦争で清国に勝利した日本は、下関条約の締結により台湾を割譲され統治することになったのです。そしてこの統治時代は1895年から50年間続きました。今回注目を集めた崩れなかった橋の名前は、旧スファ第7号橋。統治時代の1930年に建設された橋であることが分かっています。つまり約90年以上も前に建設された古い橋が強い揺れに耐えたことで大きな話題を集めたということですね。崩壊した橋は1970年に開通した下清水橋で、長さは約25メートル。ホアリエンの沿岸部にあり、台北への最短ルートとなる主要道路として活躍していました。そのため、下清水橋が完成してからは、旧スファ第7号橋は利用されなくなり、放置されていたようです。ところが、今回の台湾東部地震で下清水橋が崩壊したことにより、崩落を免れた旧スファ第7号橋は、被災者の避難に使われて役立っていることが分かりました。台湾行政当局の調査で、
旧スファ第7号橋は作りが頑丈で、補強すればすぐに使用できることが判明。地震から3日後には補強工事を完了させると、6日午後から通行が可能となり、被災地への輸送ルートとして再び利用されているのです。重量5トン未満の小型車に限り通行許可という条件はあるものの、90年以上前に建設された橋が台湾国民のために50年ぶりに復活したことは、日本人にとっても嬉しい限りですね。台湾メディアは100年老橋と呼び報道。台湾国民からは SNS 上で、日本がしっかりしたインフラを残してくれて感謝、奇跡のようだ、歴史が我々を守ってくれた、など称賛の声が相次ぎました。さらに王国財交通部長も、大先輩のお出ましたと投稿しています。この迅速な補強作業のおかげで、ホアーリエンの山間部の観光地タロコ国立公園では、7日最大値約700人だった孤立状態が解消。さらに約300人が孤立していた地域と東海岸側をつなぐ道路が開通したのです。現在も日本の建設技術は世界的にも認められる高い技術を誇っていますが、100年近く前から確かな技術を備えていたとは、驚くと同時に誇らしくなりますね。さて、そんな日本統治時代の歴史を持つ台湾ですが、日本政府は台湾の近代化のために膨大な予算を投入して、道路や鉄道、港湾の建設などインフラ整備を推し進めました。台湾における交通、金融などの主要インフラは日本統治下で形成され、これらの事業は後の台湾の発展と繁栄の礎となっています。そして現在も各地に日本統治時代の建築物が残されており、飲食物や観光スポットとして活用されているのです。ちなみに台湾と同じように、日本統治時代の歴史を持つ朝鮮では、日本統治時代イコール悪という概念があり、日本への態度は攻撃的ですね。しかし台湾は違います。現在の台湾には、日本統治時代に功績のあった日本人を顕彰する銅像や記念碑などが多く存在しており、約50年にわたる日本統治時代を全否定するような歴史解釈は見られません。台湾の象徴ともいえる台北の総統府庁舎は、日本統治時代に建てられた台湾総督府であり、昔も今も台湾の政治の中心として活躍し続けています。さらにこの周辺に立つ美しい洋風建造物の多くが日本統治時代の遺産であり、当時の日本の建築技術のレベルの高さを改めて知ることができます。例えば台北近郊国際空港のある桃園園では、日本による統治時代の神社がきれいに修復保存され、ゴミも一つも落ちていない清潔さが保たれています。特有の清らかで静謐な雰囲気の中、若いカップルが結婚衣装で記念撮影していたりと、台湾で何の違和感もなく日本が受け入れられているのです。これらの背景には、李登輝総統時代国策顧問を務めた許文龍氏が著書台湾の歴史の中でこのように述べたことも要因の一つと言えるのではないでしょうか。台湾の基礎はほとんど日本統治時代に建設したもので、我々はその上に追加建設したと言ってもよい。当時の日本人に感謝し、彼らを公平に認識すべきである。また日本統治時代のインフラ整備事業の資金は日本側の持ち出したと言われ、台湾の多くの人々がそれをごく温かく受け止めています。そのため日本人を悪者扱いする朝鮮とは大きく異なり、台湾では歴史が正しく受け継がれ、日本と台湾は友好的な関係を築いているのです。そんな台湾の日本統治時代におけるインフラ整備事業の中で最も有名なものの一つが雨傘島ダムです。これは土木技師八田余一が1920年から10年という歳月をかけて台南市関電区に完成させた、当時東洋一の規模を誇る農業灌漑用のダムでした。この雨傘島ダムが完成したことによって、平地には万里の長城の6倍もの長さの農業用水路が張り巡らされたのです。この一大治水灌漑事業によって、それまで作物の育たない不毛の大地であった台湾南部の河南平原を
台湾の食料庫と呼ばれるほど豊かな穀倉地帯へと変貌させたのです。そして河南平原に住む人々の生活を豊かにしました。またこの功績が称えられ、八田さんによるダム建設の経緯は台湾の学校で使用する教科書でも紹介されています。現在も台湾人から台湾農業の父として尊敬される存在であり、毎年5月8日の八田さんの命日には地元の人々によって慰霊祭が執り行われています。そんな日台友好のシンボルともいえる雨山島ダムは観光地としても整備され、2011年には八田さんら技師たちが暮らした感謝群が修復され、八田余市記念公園が開園しました。八田さんは工員たちの労働や生活環境を整えることを重視し、感謝群にはテニスコートや屋外映画館などが設けられていました。現在感謝4棟が復元され、日台交流の場として台湾の人気観光スポットとなり、ダム竣工後の1931年に建てられた八田さんの銅像も残されています。実はこの銅像の八田さんは座像として作られています。珍しいと思いませんか？八田さんの像が座像となったのには理由がありました。それは八田さんは実直な人柄で使命感に熱い人物、そのため上から人を見下ろすような像を嫌がるだろうと座像となったようです。腰を下ろし仕事着姿で物思いにふける像はとても珍しいですよね。ちなみに八田余市記念園区の前の道路は八田路と名付けられ、台湾で唯一日本人の個人名が付けられた道路です。ダムの他にも日本統治時代には台湾の農業が大きく発展しました。後藤新平民政長官の時代には産業基盤整備を進める一方で、著書武士道で知られる日本屈指の農学者新渡戸稲造さんを招いて製糖業を植産。新渡戸さんはサトウキビの品種改良などに全力を傾け、台湾を世界有数の砂糖生産地に変えていったのです。そして1912年に台湾に渡った農学者磯英吉さんはジャポニカ米とインディカ米の品種改良を重ねて現在の蓬莱米を誕生させました。つまり日本人に大人気の台湾料理の隠し味は、台湾を世界有数の穀倉地に変えた日本人による治水灌漑事業と日本人農学者の汗と努力の結晶だったということですね。現在でも親日家が多いことでも有名な台湾ですが、その背景には日本統治時代に日本が台湾に残した功績と、それを台湾の多くの人々が温かく受け止め語り継がれていることが分かりました。こうして統治時代を終えた後も台湾と日本は地震や災害が起きるたびにお互いに助け合い、友好関係を着実に築いていたのです。今回の台湾沖地震を受けて、先ほど紹介した野口さんの倍返しはこういう時にこそ使う言葉をはじめ、 SNS 上ではこのような投稿が寄せられています。今こそ恩返しの時、倍お礼返ししよう、今までの恩返しの気持ちを込めて思い切った支援をすべき。最後に台湾政府から震災2日後に公表された日本への感謝の言葉を一部紹介します。台湾は日本政府及び日本国民からのホアリエン地震へのご関心とご支援にお礼を申し上げます。長年にわたり台湾と日本は助け合い、一連の災害を乗り越え互いに強固な絆を紡いできました。この度4月3日に台湾ホアリエンにおける地震が発生した直後、岸田文雄首相はいち早く台湾の人々を励ますメッセージを発信し、日本はいつでも台湾への支援を行う用意があると表明しました。また上川陽子外務大臣も台湾に100万ドルの義援金寄付を発表しています。これは台湾の地震救助と復興の力強い支えとなるものです。日本の国会、各地方自治体と議会並びに XJAPAN リーダーの YOSHIKI さんをはじめ、日本の民間各界の方々からも熱心に義援金寄付や募金の呼びかけを行っていただきました。日本の皆様の温かい気持ちに対し、台湾の国民は深く感銘し感謝しております。対日両国国民の互いに思いやり支え合って困難を乗り越えてきた友情は
必ず世界中に伝わり、愛に満ちた国際社会が促進されると信じています。日本の皆様のご好意に心よりお礼を申し上げます。今回は台湾と日本の友好関係を紹介しましたが、台湾と日本のみならず、世界各国が助け合う平和で温かい世界になるといいですね。被災地の一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのしおりです。今回お届けするテーマはこちら、海外、日本よ、お前がナンバーワンだ。日本の橋の耐震技術がすごすぎて外国人が驚愕。橋や建物の建設には欠かせない地震対策。実は日本は世界トップレベルの耐震技術を保有しているのですが、一体どんなすごい技術なのでしょうか。またお隣中国の耐震技術は日本と比べてどんなレベルなのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。橋梁、道路、トンネル、鉄道などの社会インフラの整備は発展途上国の経済発展には欠かせません。しかし途上国は技術力が十分にないため、それらの建設を海外に依頼することが多いのです。東アフリカに位置するケニアもそんな国の一つ。ケニアは西部ブシア郡の重要な橋の建設を中国の建設会社に発注しました。総工費約14億円の大プロジェクト。ブシア郡はこれまで政府の開発プロジェクトから置き去りにされていた地域で、2014年には川を渡ろうとしたボートが転覆してしまい、十数人が死亡するという痛ましい事故がありました。ですのでケニアにとってこの橋の建設は急務やったわけです。橋の名前はシギリ橋で、2015年に工事がスタートし、2017年8月に完工予定でした。ケニア政府のこの橋への期待は大きく、2017年6月にはケニアッタ大統領自ら建設現場に視察に来たほど。そして大統領視察から約2週間後の6月29日。なんとシギリ橋がいきなり崩落してしまったのです。この崩落事故で少なくとも作業員ら27人が負傷。崩落の原因はよく分かっていませんが、6月の大統領の訪問に間に合わせるために無理やり急ピッチで工事を進めたことで、耐震対策がおろそかになったのではないかとの疑惑があるのだとか。なんともお粗末な顛末ですが、中国の橋梁技術、特に耐震技術について中国人の専門家が警鐘を鳴らしていたのです。そもそも橋のような重要なインフラは適切な設計と施工が不可欠。加えて橋は長期間使用するわけですから、橋の状態について定期的にモニタリングと保全管理を行い、必要に応じて補修や補強を行う必要があるわけです。つまり大元の設計はもちろんのこと、工事内容、その後の管理、補修が適切でないと橋の安全性は保てないということですね。では中国の橋梁技術はどうなっているのでしょうか。この専門家は2008年に中国で発生した四川大地震での橋の崩落を例としてこのように述べています。四川大地震では橋梁の構造自体への被害が甚大であった。橋梁構造の耐震設計対策基準、設計理念、設計方法、すべてが不十分であったとしか言いようがない。要は大元の設計段階から耐震技術がなっていなかったということです。そして驚いたことに、欠陥があるのは設計だけではありません。この専門家が言うには、施工技術も遅れているし、橋の完成後の管理にも怠慢等が見られるのだそう。つまり設計、工事、管理のすべてがダメダメということ。これだけでも大問題なのですが、加えて橋の原材料の品質も劣悪であることや、建設中に労災事故が多発する等、工事の安全性が低いことも指摘しています。
これでは地震に耐えられるはずもありません。また中国新華社通信が報道したところによると、中国には80万基近くの橋梁があるのですが、そのうち10万基超がメンテナンス不足で崩落の危機にあるのだそう。実際に2007年から2012年の5年間で37基もの橋が崩落しており、死者の数は180人以上に上りました。しかもこれら崩落した橋の 60% が完工してからまだ20年ほどしか経っていない新しい橋だったのです。いや、ちょっと中国で橋を渡るのが怖くなってきますよね。それに対して日本の技術はどのようなレベルなのでしょうか。アメリカの有名な科学雑誌ナショナルジオグラフィックが公開した日本の明石海峡大橋の秘密に迫る動画が海外で大きな話題となりました。明石海峡大橋は神戸市と淡路市を結ぶ全長3911メートルの橋で、なんと吊り橋としては世界最長を誇ります。1986年に建設工事がスタートし、約10年の歳月をかけて1998年に開通。一体動画で解説されている明石海峡大橋の秘密とは何なのでしょうか。なんと明石海峡大橋はマグニチュード 8.5 クラスの地震にも耐えられる構造になっているのです。マグニチュード 8.5 といえば世界最大級の大地震、にわかには信じがたいですよね。しかし実はそのポテンシャルはすでに証明されています。この明石海峡大橋を建設中の1995年に阪神・淡路大震災が発生。震源地に近かった大橋は震度7という大きな揺れに襲われました。ところがです、なんと大橋は倒壊しなかったどころか、地震後の調査では大きな損傷すらなかったのです。この出来事は海外の多くの国で称賛され、改めて日本の橋梁技術の凄さを世界に知らしめました。こんな大きな地震にも耐えられる明石海峡大橋、どんな構造になっているのでしょうか。橋の近くで地震が発生すると、まずは橋の主塔自体が動くことで揺れを吸収。そしてそれぞれの主塔の中に備え付けられている20個の油圧式制振装置が地震の揺れとは逆の方向に動くことで主塔の倒壊を防ぐ仕組みとなっているのです。いや、これは驚異的な技術やないですか。これに驚愕した多くの外国人がコメントを寄せています。日本はとんでもない橋を作ったもんだな。もしかしてこの橋の上が世界で一番安全な場所じゃないか。この橋は日本のエンジニアリングと建築学の英知の結晶。技術力だけじゃなくて見た目も美しい橋だ。見に来てよかったよ。ただただすごいとしか言いようがない。日本の技術者たちに敬意を抱くわ。日本よ、お前がナンバーワンだ。文句なしの大絶賛です。そして先ほどの中国の例でもあったように、橋梁は建設後も計画的な補修をしなければ安全を維持できません。これについても日本はしっかりしていて、例えば中日本高速道路株式会社は橋梁の補修計画を公表しており、政府が発表している全国地震動予測地図に基づき、大きな地震が起きる確率の高い地域の橋梁から順次対策を進めているのです。日本は大小の河川や湖沼が多い地形のため、昔からたくさんの橋が作られてきたことや、地震大国ゆえにそれに耐えうる橋が必要であったことから、このような優れた橋梁技術が発展してきたってわけですね。さすがは世界に誇る日本の橋梁技術、耐震技術です。実は日本は橋梁だけではなく、建物の耐震技術も世界トップクラス。あるアメリカ人が日本と比べてアメリカの耐震技術が遅れていることを
ネットで紹介しています。カリフォルニアには地震が多く、だいたい140年に1回大地震が起こるが、アメリカ人は日本のような耐震技術をお金をかけて導入する気がないようだ。アメリカの地震対策は強化コンクリートで頑丈にするだけだが、日本ではありえない。日本の優れた耐震技術を導入するべきだ。確かにアメリカのように強化コンクリートでガチガチにすれば建物自体は強くなりますが、地震の揺れがもろに伝わってしまうので、室内の家具や機器類が被害を受けてしまいます。また耐えられる震度を超える揺れが来た場合は、あっさりと倒壊の浮き目にあってしまう可能性も高いでしょう。それに対して日本の耐震技術は思想が全く異なっています。一つは精神構造。建物内部に精神ダンパーなどを設置して地震の揺れを吸収してしまおうという仕組みですね。もう一つは免震構造。地盤と建物の間に免震装置を設置することで地震の揺れを小さくする狙いです。地震が起こった時に大きなビルがゆっくりぐらぐらと揺れている映像を見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。まさにあれですね。現在では大型のビルではほぼ 100% この精神・免震構造が採用されています。揺れを止めようとしないで揺れに付き合おうとする発想は、まさに地震大国の日本らしい考え方ではないでしょうか。こうすることで地震の被害を最小限にする日本の高度な耐震技術、アメリカ人が驚愕するのも頷けますよね。また日本では驚いたことに、高校生の耐震技術大会なるものも開かれており、熊本県の大学が主催する爪楊枝タワー耐震コンテスト高校生大会というのがあります。これがなかなか興味深い競技なのです。一辺30センチの正方形の台座に爪楊枝を接着剤でくっつけたタワーを作り、それを振動させて耐震性能を競うというもの。この大会には海外でも驚きの声が上がっており、日本人が災害に強いわけだと称賛のコメントが多数寄せられているのです。そして実は外国人の日本の地震対策への称賛は橋梁や建物だけではなく、なんと日本人自身へも送られていました。あの2011年の東日本大震災、地震発生直後の仙台駅のホームでのこと。そう、地震で電光掲示板などが大きく揺れているにもかかわらず、ホームにいた日本人が誰一人パニックを起こしていなかったのです。この動画を見た外国人は揺れの大きさよりも利用客の冷静な様子に驚愕してしまったのだとか。いくつかコメントをご紹介しましょう。あれだけ揺れているのに混乱がないなんて、なんて国民性だ。ホームが壊れないってことが分かってるんだな。建築物の安全性を信頼しているに違いない。俺の国が日本レベルに到達するには100年は必要だよ。災害時の日本人の冷静な対応を絶賛しているのがよくわかりますよね。地震大国、自然災害大国の日本ゆえに、災害時にどうすればベストな対応なのかが日本人の DNA に刻み込まれているのかもしれませんね。世界最高の橋梁、建物の耐震技術のみならず、災害時に冷静に行動できる国民性も持つ日本。日本の地震対策は世界トップと言えるのではないでしょうか。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。